日本のフィリピン占領は第二次世界大戦中に大日本帝国がフィリピンコモンウェルスを占領した1942年から45年にかけて起こった出来事。フィリピンへの侵攻は真珠湾攻撃の10時間後、1941年12月8日に始まった。真珠湾と同様にアメリカの航空機が最初の日本による攻撃で深刻な被害を受けた。 アメリカの太平洋艦隊は上空援護を得られず1941年12月12日にジャワ島に撤退した。ダグラス・マッカーサーは1942年3月11日の夜に軍隊を残したままこれひどウルトを去り4 0 0 0トル離れたオーストラリアへ向かった。置き去りにされた7万6000人のアメリカ軍、フィリピン軍の人々は1942年4月9日に 降伏し、バターン氏の更進に7000の1万人が命を落とした。コレヒドールにいた1万3000人の生存者は5月6日に降伏した。降伏までの3年以上にわたり、日本はフィリピンを占領した。フィリピンの抵抗軍による効果の高いゲリラ戦闘により、大部分はジャングルや山岳地帯であるが、島の60%を支配していた。マッカーサーは、 潜水艦で配給し、援軍と将校を派遣した。アメリカがフィリピンを1947年に独立させる保証をしていたため、日本軍のアジアの解放という大義名分はインドネシアやマレーシアとは異なり、フィリピン人には歓迎されなかった。また、日本人が多くのフィリピン人を細々とした部分の労働まで強いて、フィリピン人はアメリカに対して忠実な態度を続けた。 マッカーサーは1944年10月20日にフィリピンに戻るという約束を守った。レーテ島の戦いには700隻の船と17万4千人の勢力が同行した。1944年12月までにレーテ島とミンドロ島から日本人兵士は撤退した。戦闘中、日本軍は島の自殺防衛を行った。マニラのような都市は瓦礫と化した。 占領中には50万から100万人のフィリピン人が亡くなった。日本は新珠湾攻撃の10時間後、1941年12月8日にフィリピンへの攻撃を開始した。最初の航空爆撃の後、マニラの南北両方に地上部隊が上陸した。フィリピンの防衛軍やアメリカの軍隊はマッカーサー将軍の指揮のもとにあった。 彼はその年の初頭にアメリカ陸軍に現役で招集され、アジア太平洋地域のアメリカ軍の指揮官に指名されていた。彼の出揮する航空機は破壊され、海軍は撤退を命じられた。さらに太平洋地域の情勢のために陸軍の強化と補給は不可能であった。優勢による圧を前にして防衛軍はマニラ湾の入り口にある バターン半島とコレヒドール島に撤退した。マニラは破壊を防ぐために解放都市宣言を行い、1942年1月2日に日本により占領された。フィリピンの防衛は1942年4月にバターン半島で5月にコレヒドール島で米比軍が最終的に降伏するまで続いた。バターンで 日本人により拘束された8万人の捕虜の大半は、悪名高いバターン氏の行進により、北側の105キロ離れた収容所に行くことを強制された。数千人が病気や栄養失調により衰弱し、捕らえた者たちによりひどい扱いを受け、目的地に到着する前に亡くなった。ケソンとオスメニアは、コレヒドールに向かう部隊と一緒になり、後にアメリカへ向かいそこで、 亡命政府を樹立した。マッカーサーはオーストラリアへ向かい、フィリピンへ戻ることを計画し始めていた。地元住民に対して出された、建物を衛生的に保つか処罰を受けるかという、警告占領中に、日本軍により作られた100ペソ紙幣日本軍当局は、すぐに、フィリピンで新たな政府構造の編成を始めた。日本は占領後に、島の独立を約束したにもかかわらず、 独立した共和国と宣言する1943年10月まで民事を指揮する国務員を組織した。フィリピンのエリートのほとんどはわずかな例外を除いて日本人の下で働いた。9月の共和国はホセラウレル大統領に率いられた。傀儡政権でのフィリピンの協力はホルヘビー・バルガスの下で始められた。彼はケソンがマニラを出発する前に 大マニラの市長としてケソンにより指名されていた。占領中に許された唯一の政党は日本が組織したカラバッピーであった。占領中、ほとんどのフィリピン人はアメリカに忠実なままであり、降伏した連合軍と民間人に対する日本軍による戦争犯罪が文書化された。フィリピン全土では1000人以上の女性が占領中の日本軍のための売春婦である、 慰安婦になった。占領中のフィリピンの日本軍施設には女性が拘束された場所があり、慰安所と呼ばれていた。これらの場所の一つにボハイナプラがある。日本軍によるフィリピン占領は積極的で成功した地下及びゲリラの活動に対抗され、その活動は年々増加しついには国の大部分を占めた。これらのゲリラに対抗するのは日本人で作られた ビューローブカンシュタビューレディ憲兵、マカピリであった。戦後の調査では、約26万人がゲリラ組織に所属し、反日の地下部隊はそれよりも多くいたことがわかっている。そのことは終戦までに日本が48の州のうち12の州しか支配できていないということでもあった。フィリピンのゲリラ活動は、それに対する日本軍の戦闘にもかかわらず、 増え続けた。ルソン島と南の島々でフィリピン人は様々な集団に加わり、日本軍と戦うことを誓った。これらの集団の指揮官は互いに接触し、誰がどこを担当していたかを議論し、アメリカ軍が島へ戻ってくる支援をする計画を策定し始めた。彼らは重要な情報資料を集め、それを米軍に秘密裏に流した。流すのに何ヶ月もかかることもあった。 マッカーサーはゲリラを支援する内密の作戦を作成した。彼は海軍少佐チャールズ・チック・パーソンズに銃、ラジオ、物資を潜水艦で密輸させた。ゲリラは次々に武器や爆発物の積み荷を積み上げ、日本の通信ラインを妨害し、日本軍を後方から攻撃することによりマッカーサーの侵入を支援する計画を作成した。降伏を拒否した。 US アームドフォーセスインザファイ e f ストから市民軍まで軍島全体に作られた様々なゲリラ勢力は当初侵略により起きた混乱で引き起こされた略奪行為に対抗するために組織された。ビザヤ諸島のいくつかの島にはパナイ島のマッカー・リオット、ペラルタ大佐、ボホールのイスマイル・インゲニエロ・少佐、ネグロス島のサルバドル・アブシドなどのフィリピン人将校の率いるゲリラがあった。 日本占領の中心地から最も遠い、ミンダナオ島には3万8千人のゲリラがおり、最終的にはアメリカの土木技師の大佐、ベンデル・フェアティヒの指揮の下、統合された。フェアティヒのゲリラには、ウィリアム・カイ・シャープ少将のカミンダナオに派遣された多くのアメリカとフィリピンの軍隊が含まれていた。ウェインライトがシャープの軍に降伏を命じたとき、 この命令に従うのがいいと考えた。多くのアメリカやフィリピンの将校の多くは、現在脅迫される可能性のある捕虜である、ウェインライトに、シャープに命令を出す権限はないと考えていたため、降伏するのを拒否した。いくつかの理由により何ピットが降伏しなかったかは、不明であるが、おそらく100から200人のアメリカ人が、フェアティヒのゲリラとなった。 新たなフィリピンの新兵の名前は意図的に降伏する人物リストから除外された。他のケースでは実際にシャープの下にいる人よりも少ない人数を報告するように文書が作成された。逃げた後に様々な理由で死んだ部隊もあれば、ミンダナを完全に去ったものもあった。中央ルソン等地域の一つの抵抗団体は福原発布として知られ、 1939年により共産党員であったルイス・タルクの指導のもと1942年初頭に組織された。福原ハップは約3万人に武器を与え、ルソン島の一部に支配を伸ばした。しかし、ルソン島では日本軍の配備が厳重でアメリカ軍に引きられたゲリラ部隊を攻撃する福原ハップなど様々なグループの内紛が起きていたため、 そこでのゲリラ活動は妨害を受けていた。装備不足、難しい地形、未発達のインフラによりこれらの団体の調整はほぼ不可能であり、1942年の数ヶ月間にフィリピンの抵抗軍は接触をすべて失った。1942年11月に再結成されマッカーリオットペラルタに引きられたパナイ島の第61次第が オーストラリアのユーザフ司令部と無線連絡を確立することで通信が復活した。これによりフィリピンの日本軍に関する情報をスワパ司令部へ送ることやかつて散在していたゲリラ活動を統合しゲリラが戦争を手助けすることを可能にした。ゲリラ活動を援助するために潜水艦による供給と無線機が増加した。レーテ進行の時までに4層の潜水艦が 物資の運搬のみを行っていた。他のゲリラ部隊は、スワパに派遣され、軍島全体で活動した。これらの部隊の一部は、ゲリラ行為を開始するために指示された降伏前の部隊に直接関係するか、編成されていた。この一例としては、第26期兵隊のトループ C が挙げられる。収容所から日本軍に解放された元フィリピン陸軍、 フィリピン偵察部隊で構成されているゲリラもあった。アメリカ人、降伏後に逃げる、もしくは降伏しなかった軍人や民間人、はじめから自分たちの小さな部隊を結成していたフィリピン人、キリスト教とモロを合わせたものもあった。ベンデルフェアティヒ大佐は、ミンダナオ島で日本に対し抵抗するだけでなく島全体で頻繁に開かれる完全な政府を蘇生する。 このような集団を組織した。いくつかのゲリラ部隊には後に物品を運んだ。アメリカの潜水艦に援助され、難民と負傷者を避難させ、5217ス、リコネッサンスバタリオンやアラモスコウッツなどの人や、部隊全体の避難もさせていた。終戦までに、それぞれ26万715人の個人からなる277のゲリラ部隊が、抵抗運動で戦った。 抵抗運動の選ばれた部隊はフィリピン陸軍警察隊として再編成される予定であった。マッカーサーが1944年後半に軍と共にフィリピンに戻った時情報を十分に受け取った。マッカーサーが戻るまでには日本人の副官が朝食で何を食べたかとどこで髪を切ったかを知っていたと言われている。しかし、期間は簡単ではなかった。 大本営はフィリピンを最終防衛戦とし、アメリカの日本進出を止めることを決定し、使える兵士、航空機、海軍船舶をすべてフィリピンの防衛に送った。上風特攻隊は特にフィリピンを守るために作られた。冷凍機械戦は日本軍にとっては3時に終わり、第二次世界大戦最大の海戦となった。フィリピンを再び奪取する運動は、 太平洋戦争で最もひどい運動となった。ゲリラが集めた情報により災害を回避し、山下智之がマッカーサー軍を拘束する計画をしていることを暴露し、解放軍を日本の要塞に導いた。マッカーサーの連合軍は1944年10月20日にレーテ島に上陸し、同年8月1日に亡くなったケソンの死後に、 連邦議会の議長に就任したオスメニャも同行した。その後は、ミンドロ島やルソン島西側のリンガエン湾周辺にも上陸し、マニラへの進出が始まった。フィリピンコモンウェルスは復興した。戦闘は激しく、特に日本軍が撤退したルソン島の北部の山々や日本軍が最後の抵抗を行ったマニラは特にひどかった。 フィリピンコモンウェルス軍と公認のゲリラ戦闘部隊は最終攻撃のために至るところで立ち上がった。フィリピンのゲリラもまた解放運動に大きな役割を果たした。規則的に編成されたアメリカの部隊に代わったり、大隊や連隊の大きさのゲリラ部隊はアメリカ陸軍部隊を補佐した。さらに、協力的なフィリピンの人々は供給、建設、民生の問題を緩和し、 国を取り戻すための連合軍の任務を軽減した。戦闘は1945年9月2日に日本が正式に降伏するまで続いた。フィリピンは終戦までに多くの人命の喪失と甚大な物理的破壊を被った。様々な理由により推定100万人以上のフィリピン人が死亡した。これらのうち13万1028人は72の 戦争犯罪により殺されたとされている。戦後数年して発表されたアメリカの分析によると、アメリカ人の死者は1万380人、負傷者は3万6550人、日本人の死者は25万5795人であった。フィリピン人の死者数は公式で数えられたものはないが、100万人以上と推定され、当時の人口と比べると驚くべき割合であった。 日中戦争から太平洋戦争までの15年間の戦争で死亡した日本人の数は約310万人であり、当時の日本の人口は約7200万人で、あるから日本人の約4%が死亡したことになる。一方、フィリピンの当時の人口は約1600万人であり、そのうち約100万人以上が死亡し、その比率は約7%となり、 人口比では日本の2倍近くになる。フィリピンの人口は病気の流行と基本的な必需品の欠如によりその後5年間減少し続けた。戦前のフィリピン人のライフスタイルはアジアで皮肉にも日本に次いで2番目に豊かであったが、それとはほど遠いものになってしまった。ありがとうございます。